2号です。本日も頑張ってまいりましょう。黒木さん、ありがとうございます。マニアックシャタで今後は行かせていただきたいと思います。お疲れ様です。お疲れ様です。メディアに出なくても、マニアだけが知るシャタ農園。知ってる人だけが知るシャタ農園。見てる人にはシャタ農園はすごい価値があるものだと思います。逆に、ありがとうございます。逆にマニアだけが知って知る、ひっそりと作る凄腕キュウリ農家を目指してほしいです。縁の下の力的な感じで個人の思いです。生意気言ってごめんなさいということで、ありがとうございます。よく見ていただいて。私は昔から言ってますからね、マニアックすぎるって。はい。まあ、どちらかといえば、くろうと。しかも、くろうとで、マニア向けという以前言われましたね、豊ちゃんにも。うん、キュウリ栽培でチャンネル登録者10万人キュウリで30トン40トン取るよりも難しいとしかもキュウリ農家、キュウリ栽培だけじゃなくてマニアックですからね。うん、いいとこ1万人でしょうか。はい、牛歩レベルでチャンネル登録者増えておりますんで、はい、黒木さんありがとうございます。はい、そしてそうですね、こちらの黒木さんもそうですけど、昨日の私の問題発言についていろいろいただいてます。はい、これちょっと前なんですけど、羽倉農園さんから、シャタさん農業大好きの皆さんお疲れ様ですともう一度読まさせていただきます。シャタさん、農業大好きの皆さん、お疲れ様です。お疲れ様です。私から代表して、お疲れ様です。え、芸能界デビューしたいのですか？いえ、そんなことないです。はい、先ほどの黒木さんのコメント。はい、マニアックシャタで、はい、キュウリを研究していきたいと思います。話は少しずれますが、少し前に車の雑誌で自分の愛車を取り上げてもらいましたが、やはり、とことん誰にも負けないこだわりと、重要ですね。やはり、ごめんなさい。運よくたまたまその時にいた会の近い人の紹介ですかねと。個人の経験とここはムズムズですと。上から目線ですいませんということで、たまたま運よく取り上げられたってことですね。やっぱりこだわって車、羽倉農園さん、愛車、写真撮ってですね、G メールに送ってください。なるほど。そうだ。ちょっと今 G メールって言って、今日、高子さんが何か写真を送りたそうなんですけど、うまいこと送れてないみたいなんで、もしかしたら本編動画、各農家さんの画像、ないかもしれないですね。今日はなしかなと。まあ、来ればあげるって形。はい。前々回は SBT さんの初収穫で、前回、洋さんの画伯、洋画伯のアンジェレ、シャタみたいな。はい。まあそんな感じ、似顔じゃなくていいんで、何でもいいんで、まあの、本当は農業に絡むことがいいんですけど、ちょっと気になっちゃったんで、お車。はい。まあなんか車ともう一つなんかワンカット、はぐら売りかなんか、パンとこう、2枚送っていただいても結構なんで。はい。まだまだ普及しないんでしょうね。私もだから、まあ2号動画でも、画像を募集してますってことと、本編動画でもちょっとコメント一番最後かな、募集してますっていうような形で普及させていきたいなと思います。はい、股間ムズムズ大好きですね最近あまりないですけどね、まあ常にここがここに出てますけどね、股間ムズムズっていうのは。はい。それかヨウさん、シャタ君をメディアで生かすには地元ケーブルテレビの面白家庭菜園コーナーだろうなと。そうなんですよ。うん、やっぱり多く見られるには家庭菜園じゃないですけど、ちょこちょこ多品目作るのが、だから1品目、キュウリだけじゃなくて、まあ最低でも5品目でしょうね。そうすればチャンネル登録者が5倍になるだろうっていうところです。はい、面白ってところがポイントですね。失敗続きの家庭菜園ってやつですね。うん。まあ、マニアックに行きたいと思います。はい。
そしてですね、コッコリについて書かれてます。はい、ほっぺたが緑がメスとか、そっちがメスでしょうと。これあと私もちょっと探したんですけど、コッコリ細粒ミクロンで確か違った気がするんですよね。で、ちょっとこれ浅田ケミカルのコッコリさんからいただいた、これが通常のコッコリですよね。一緒ですよね。ほら、それ以外にもですね、なんとこんなのもいます。これはどうなんだろうと。このほっぺたが黒い、くちばしも、くちばし黒いのが合ってますね。このほっぺたのこっち側だ、正面、これ右側、左側か、うん、黒いっていうのもいます。はい、謎ですね。で、このハチマキやって、ちょっと目がちっちゃめの革命じゃーっていうハチマキをしてるコッコリもいます。はい、そしてですね、こんなコッコリもいます。両ほっぺたが黒い、はい、コッコリ多種多様となっておりますね。はい、そんなところでちょっとこれはコッコリに聞いときます。よく分かんなくなってきましたね。はい、全部名前が違うのかとか、オスとか性別とかコッコリに聞いときますんで。それから高子さん、冒頭の話理解できますとずっと思ってましたと。ありがとうございます。高子さんには分かっていただいてるとずっと思ってました。社たちはそのままの方が良いと、他のすごいチャンネルがあってもすごいと思わないと、威張っていることが伝わってきて、わしは嫌だと、嫌いだと、パクリもあるだろうと、農業は完璧にはいかない、マニアックに生かせていただきたいと思います。まあ、基本はやっぱりいろんなことを皆さんから教えてもらって、あとは肥料屋から教えてもらって、いろいろ実験していく中でこういいものを紹介していけたらなっていうのは、あと技術的なところですよね。最近ちょっと技術がおろそかかなと思ってますね。肥料ばっかになっちゃってるかなと、そこはちょっと反省しております。はい、だから他の方の、まあ、研修ですよね、見に行ったりとか技術紹介したりとか、なかなかそれもそこができてないんですよね。 でもしたいですね。だから他の農家さんのところ見に行ったりとか、それはしたい。今後の計画の中に取り入れていきたいかなと。それにしても暑いですね。まだ30度超えてんじゃないですかね、これ。はい、それから陽さん、もう一つですね、冒頭の話と、メディアに騙されている、メディアに騙されていることは多い、まあ、事実。はい、テレビ大好きの方とかいらっしゃって、まあうちの両親がそうです。夜晩飯食うと民放、まあ NHK、見ながらゲラゲラ笑ってます。私はそれを見てですね、大丈夫かなと思う時があります。私なんかその時はもう自室にこもって YouTube 動画編集してますけど、それもどうかと思います。マニアックな動画を作ってるわけなんですが、やっぱりですね、やっぱ昨日もちょっと言ったんですけど、広告とかもやっぱスポンサーがいて、広告というか動画というかテレビ番組ですか、スポンサーありきのやっぱり話なんで、やっぱどうしてもそっち方向に番組内容が偏っちゃうのかなと。で、ああいうふうにバーンってやられると、あ、そうなんだってやっぱ皆さん思っちゃいますからね。そうやって国民を操作する、洗脳するためのものである的なことは聞いたことありますんで、国民の意思をこう、本当は重大なことがバーンと起こっちゃってるんですけど、こっちは政府は放送されたくないんで、全然関係ないやつをダーンとこうニュースで一大ニュースみたいに上げちゃって、こっちをうやむやにしちゃうとかですね、そういうことがこうやっぱメディア中では行われてるそうなんで、騙しじゃないですけど、そういう国民を操作している、注意しないといけないと思います。はい、そして岩さん、実際近所の適当農家が新聞に取り上げられたけど、記事とは程遠いと。話は変わるけど、コメント返しの動画見ている時にね、お兄の鼻の中を中心に拝見させていただいてます。鼻の中、あ、で思い出しましたね、白髪がありました。
鼻毛にショックです。みんなどこ見てるんだろうと、うん、まあ私の鼻もちょっとポイント高いですからね。鼻の穴でかいですからね。はい、それからのりゆきさん、そう、まあ、やっぱりお師匠様っていうだけ、私が昔お師匠様と呼ばせていただいていいですかっていうだけありますね。のりゆきさん、お金は寂しがり屋です、多いところに集まりがちですと。私なんかちょっと言ってて今虚しくなってきましたんで。それからもう一つ、気持ち悪い編集はやめてと。私のあーってやつが出てるやつですね、出た時ですね。ついつい楽しんじゃいました。以後気をつけます。ガスの被害は 2,3 日遅れて出るよと。今日もちょっと気にならなかったから明日あたり収穫中にこう確認します。まあ部分的なのか、あの周辺だけなのか、全体的なのかってところですね。うん、気をつけます。はい、それから洋画伯からの愛のメッセージということで、本編動画に洋さんオリジナルですね、アンジェレに書いてましたからね。いや素晴らしいと思いました。あれ見た時にびっくり仰天、さすがですと思いましたね。うん、洋さん本人も喜んで恥ずかしがっております。はい、そしてそれに件に関して高子さん、うまそうなチョコレート、あ、その件じゃなかったですね。はい、私の長靴の底から作るチョコレートですね、色までそっくりですよね。今日もできてましたね。最近多いですね。下がぬかるんでるせいなんでしょうね。で、外が乾いてる。ハウスの中がぬかるんでて、外が乾いてると、作成しやすいですね。うん。洋画伯の愛のメッセージ、トマトにアンジェレです。似顔絵を描くとか、さすが洋画伯、うん。素晴らしいと思いました。3回見直しましたと。それからピオちゃんの移動編集、わかったよ。ありがとうございます。そう、そろそろ移動編集も飽きてきたなってところはあるんですけど、結構大変なんです。忘れちゃうんですよね。途中で戻って移動して、戻って移動してとか、何やってんだろうと思う時もあります。はい、そして洋さん返信、照れるの洋画伯アンジェレですからね、あれは食べづらいですよね。赤くなっても、赤くなったらあのまま残ってるんですかね。それから、ゆたかちゃんから、キュウリの台車に肥料の袋パッカーでつけておくと、収穫しながら取った葉や芯を入れられていいですよと、重くなると台車をひっくり返すので注意が必要ですかということで、明日からちょっと、葉かき、芯積みはしてないですけど、葉っぱ、うどんこ、気になる葉っぱとか取ってるんで、うん、確かに。ですね。一回で済みますからね。あれ、毎回コンテナの、あ、袋か、クオリティパックの縁に入れて、毎回毎回捨ててますけど、まあ、あれはあれで、まあ、そんな大量に取らないんでいいのかなと思ったんですけど、袋の中入れとけば最後に一回バッて捨てればいいですからね。何せ朝すごいドッタバタ忙しいんで、明日こそは4時に起きて5時から収穫やりたいと思います。もうなんかダメですね、夜が遅くて寝るのが。それから豊ちゃん、もう一つ、うちも猫部が見えてきましたと。しおれ株元にですか、コッコに試してみようかなと。うん、で高子さん、あら、やはり猫部が出てきましたか、対策できるのであればやりたいね、コッコリンということで、今年も現れたなって感じですが、心が折られそうですと。豊ちゃん、高子さん、だってさあと、これで皆を養っていくんだから心が折れるよねと。農家は生き物を育てなければならないから大変、どうにか収まったら良いねと。温かい言葉ですね。で、豊さん、豊ちゃん、ありがとうございますと。養っている家族はパパとの外食をキャンセルして、ご近所のお友達と BBQ です。なんだか複雑ですと。土曜日ですからね、土曜日でしたからね。そして高尾さん、そんなもんだよ、父ちゃんは蚊帳の外。高校生ぐらいになったら親のこと分かってくるけど、悲しい現実と。まあそうですかね。まあ男は外に出て働くって感じですね。
うん、まあ、しょうがないですかね。まあ、でも外食楽しみにしてたんですよね、豊ちゃん。だからわざわざ書いたんですよね。ほんと相当家族で行くの楽しみにしてたのに、気づいたらご近所様とバーベキュー、しかもバーベキュー、ああもう一緒に行くってことはできなかったんですかね。行きたかったですね、バーベキュー。はい、ってことでコッコリンですけど、ぜひ私が昨日動画でやったような やり方やってみて、ミクロン、まあ価値はあると思います、やってみる。で、私はそれ以外にもやっぱり線虫捕食器も水出しして定期的にやってるんで、そうするとコッコリン、ミクロン、コッコリンがですね、その線虫捕食器も活性化させてくれるっていう話なんで、より倍2倍効果が出てくるのかなと。まあ、たぶん根っこの中入っちゃってる線虫に関しては、線虫捕食にどうにもできないと思うんですけど、外に出てきた線虫はバリバリ食べてくれるのかなと。でコッコリン使うとコブからも根が出るっていうような形になりますので、まあ昨日やったのが1週間後どうなるかですね。また葉っぱ、葉のしおれが収まってグンとなってくれば、もう本物ですよね、かなと思ってます。だからあともう一つ言えるのが、結構微生物とかを土の中に意識して入れられてる方はコッコリンやると相乗効果が生まれるのかなと。はい、ぜひですね、お金の許す範囲で6月いっぱいキャンペーン中、まだ余裕があるそうなんで。ただちょっと昨日やったところ、うどんこがひどかったんで、先にうどんこにならないように気をつけます。はい、そんな、はい、そんなところですね、今日は。はい、ということで、ようさんありがとうございました。はい、頑張ってまいりましょう。最初はピッコピッコ、じゃんけんチョキ。じゃあまた。あ、ちょっとレイアウト変えました。はい。昨日、この、演奏会の帽子って、落っこってました？まあ、動画見ればいいのか。なんか、朝来たらですね、落っこってて、あれと思ったんですけど、はい、ちょっと移動しました。はい、ここ、脇開けてんの分かりますかね。これが、こう、マッチョスタイルピオ。スタイルマッチョ。足は細い。スタイルマッチョ。チョロ農園のチョロです。ピオの泥遊び第2弾、かなりの至近距離で撮れております。どうですか？かわいいですよね。はい。なんかあれやってる時に表情もですね、なんか普段のですね、餌を探してる表情とはちょっと違ってですね、ちょっとなんかのぼせた感じになってるんですよね。頑張れピオちゃん、ピオちゃん。頑張れ頑張れピオちゃん。ピオちゃん、おっ、おっ。おー、飛びやす。産んだ。いいね。いいよ。いいね、これ。いいね。お尻綺麗だね。ピオさん、なんかいるのかい？ピオさん、こっちですよー。